ハッピーバースデートゥーユー。お亀山さん、はい、昨日7月2日はお誕生日、おめでとうございます、というメールが届いています。つける気がせんわうまいこと言うた。いやいやいや、おいくつに？48です。お、あ、亀山 48? 亀山48ですか。はい。KYM? 何？亀山やから KMY じゃないですか。KMY48。 おお、48歳ですか。そう、山田コーチもね。あ、同い年やから。そうか。そうですね。名前がいい山田コーチも。山田コーチも。同い年48歳ということで。このメールをくださったのは西宮市のラジオネームさくらさんなんですが、はい、昨日はタイガースも連勝した日でよかったですねと、はい、これからの1年も素敵な解説、いろいろ聞かせてください。楽しみにしています。はい、そして山田さん宛てにもメッセージがありまして、はい、昨日のラジオで、負ける気がせんわをこれからは言わないと言っておられましたが、それでは楽しみがなくなります。おうおう、いつも叫んでください、力づけられますと。 ありがとうございます。実はそのメッセージが来ると予想し、私はもうさっきから絶対違います、ね、そういうとこやんか素直にありがとう言うたらええやんか。 ありがとうございます、勇気づけられますわほんまにもう、はい、明日からの DeNA 戦で2位を確実なものにしてほしいで す、皆さんそう思いませんかといただいております。ですね、ですね、ちょっとね、 DeNA 上がってきてますからね、もう振り向けば横浜ですから、うん、だけどまあまあしっかりと、まあ、ちょっと離れはしましたけど、カープを見て追っかけていけば、はい、僕はそんなに下は気にしなくていいのかなと思いますけどね。ですね、もう前だけ向いとったらいいんですよね、うん、はい、そうだから3位まで入ったりっていう戦いではないので、タイガースの場合は、はい、うん、まあでもカープをひっくり返すつもりで結果2位3位なら仕方ないけど、はい、3位まで入ってそこから2位1位という感覚ではないので、うん、きっちりカープ見ながら戦っていってほしいなと。ですね、はい、諦めてませんから、はい、優勝しかないからね、はい、はい、だからもう気持ちよく、はい、もう負ける気がせんわはい、ということで始めていきましょう、今週のカベスポプレイボールです。1週間の成績は2勝4敗です。以上、プレイバックタイガースでした。うん、まあまあとりあえず連敗がね、うん、止まりましたんでね、はい、ホットはしとるんですけどね、うん、ただもうカープは強すぎんだよな本当に。いや強すぎますね、はい、必ずこういう時期があるんでね、うん、1年間の中で、うん、だからカープが唯一ないんでしょ、うん、そこが問題なだけで、だから悪いだけど理由はちゃんとあるもんね、ドラゴンズ戦でも。そうですよね。うん。ピッチャーそれなりにゲーム作ってんだけど、結局点が取れなかった。はい。ここっていうところで一本出なかった。そうなんです。ランナーは溜まるんですよ。そうそうそう。ランナーは溜まるんですけど、山田さんがね、あと一本どこに売ってんねんってね。ねえ、ほんま、はい、あと一本どこに売っとったんや、ほんま。もうアマゾンに注文したろかな思ったんですよ、ほんまに。だけど、まあまあ考えてみたら、もうそもそも、伊藤井選手を補強 FA で取ってきて、福留選手を4番に据えて、うん、で、本当だったらここに、誰だ、キャンベル、忘れてもらった。キャンベルよね。キャンベルです。うん、がいてっていうところで、要するに上手に加点していくっていうつもりでスタートしてるわけだから、うん、はい、やっぱり伊藤井福留っていうところが、状態が上がってこなくなると、はい、自然的に点得点力が下がってきますよね、うん、だからチャンス作るためのヒットはポンポンポンって出てるんですよ、はい、だから決めるところで決まってないだけど打つべき人が打った時はやっぱりゲーム取れてるので、うん、やっぱり外国人欲しくなるわなこれだでしょでしょ、うん、あのドラゴン戦特に感じた、はい、うん、あ片や向こうゲレーロでそう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 、うん、ああいう時ってもうガーンドーンしかないんだからねそうタイムリーが出んからね、うん、そのホームランやったら1点入るからね、はい、そうそう、はい、まあまあいろいろありましたけどね、ちょっと先にこれ行きましょうかね、はい、はい、ではここで先週1週間のタイガースのゲームの中で私が注目した1球ワンプレーをピックアップしましょう。見逃しません亀目線はい、ということで47歳最後の解説お、なかなか息のいいやつがちょっとありましたんで、はい、ぜひこれを聞いてください、はい本当悪いな福留三振ツーアウトこの感じですよねこう今のスイングなんか見てると市田さん近めのボール全然って感じですもんねあまあボールです、はい、ボールですけどね、まあ、この結果を見れば亀山さん、はい、おっしゃったように若いバッテリーが攻めてくるのもうなずけるなっていう状態ですよ ね、 やっぱりねそうですね、これだからここで高山大山が打順が入れ替わってるのがこれ来た、はい
回ってきちゃいましたよね。ここも今日は5番にルーキー大山を入れています。まだプロ入り後ヒットはありません。1回目のバッターボックスはサードゴロ、ツーアウト二塁三塁、大山に第1球を投げました。アウトコース直球ボール、ボールカウントワンボールです。ただ僕は梅野君が先ほど詰まりましたよね、はい、よりは彼は先ほど三塁ゴロ打ってますから、彼の方が可能性高い。そうですか、はい、まだインコースシュートってのは頭に入って打席入ってると思うんですね、はい。ツーアウト二塁三塁、さっきのサードゴロは早かったよ、はい、悪かったですね、うん、初安打が出ればイコール初打点ということになります。出しちゃえ出しちゃえ、もうツーアウト二塁三塁、セットポジションボール1、2球目を投げた、打ちました。筋書きとしては出来すぎですね、これはね。いや気持ちいいですな、最高の一発ですよこれ、ベテランが苦しんでる中で、はい、ルーキーの一発でだから、ルーキーがベテランを助けましたもん。ですもんね、はい、どういやいやもうドヤっておっしゃってましたね。ね、行ったれからのドヤ、はい、もう多分ね、あの瞬間僕は金本監督の気持ちを解説してますよね。あ、ですね。ベンチで。確かに、はい。叩いてましたもんね。ドヤってね。気持ちよかったなぁ、だけど。ほら、来た、ドヤ。そんな解説ありますか？ほら、来た、ドヤ。あの時は解説者ではなくファンです。はい、で、またね、試合開始の前には桜井さんとこの掛け合いでも、はい、今日のキーマンのバッター、僕、大山君って言ってたんですよ。あれ、うん、ほんまですか？だから全てがこう気持ちよく。で、本当に申し訳ないですけど、バーッと多分監督が降りてきて、監督と思って喋ってる感じやから、はい、あの瞬間、申し訳ないですけども、一江さんがわからんかった。横にいたことを忘れてましたし。うん、いや、でも、ほんまにかっこいい解説者の方は、うん、ね、その前の時にその大山選手の名前を出しててとか、はい、このインコースケアして、もう出しちゃえって言ってて、うん、いざほんまにホームランが出た時も多分静かにしてらっしゃると思います。はい、はい、ほんまにかっこいい解説者の方はですよ。でもかっこはいいね。どうでもいい、ね。そこで自分でどうやって言ってしまったから。なんで喧嘩売るんですか。ね。なんで喧嘩売るんですか。いや、他人に言われるんやったらいいんです。あ、さすが亀山さんですよねって言うと、わかる、それはわかるんですけど。それが亀山さんの。いやいや、面白かったです。ほんまやったらどうや。俺言うたで、ね。今言うたで、ね。言いたいぐらい。ほんまやったらな、うん、最近そう、最近ちょこちょこね、俺自身もバーって言う方やけど、最近ね、ヤブケイジが結構行くのよ。あーあー、はいはい、確かに、ね、はい、うん、言うてます言うてます、確かに負けられへんね、はい、そこの戦いなんですね。そうそう、しっかりともう感情を乗せて伝えようっていうね、いやいや、でも気持ちよかったです。僕もこれラジオで聞いてたんですけど、はい、はい、めっちゃ気持ちよかったですね。亀山さんのほらドヤがめっちゃ気持ちよかったです。いや、だからね、そのドヤっていうところに含めて、あ、俺自分で後でも多分喋ってたと思うんですけど、はい、その外国人が要するに、まあ、取ることが決まりましたみたいな発表もあり、はい、で、はい、中谷が不甲斐ないみたいな話がありやじゃんですね、はい、っていう中で、キャンベル不発、いろんなことがある中で、はい、若手がもう少しちゃんとやってたら外国人なんかって、これ、多分原口、はい、中井のところに発信してるんだろうなと思ったところで、はい、本来サードの大山君をズバッとあそこに5番に使う、うんうん、これは僕だと要しませんわ、6番、5番、高山5番、6番、大山にしてしまうと思う。そこは金本監督は、いや違うと、彼はクリーンアップとして将来育てるんだって意思が伝わってきたので、あ、そこでヒットじゃなくてホームランはず、うん、ヒットがホームランとかって気持ちよかったよね。ですね、乗っかってもうたよこれどうやらで大山くんに代わって今度入ってきたの外国人にどや言うてんの。ああ、なるほど、うん、甘くないよと。そう、結構、あれだ、外国から取ってもらえるから、俺すぐ行ったら、ちゃちゃっと試合出れんちゃうの。いやいや、ちょっと待ってくれと。はい。うん。俺が俺がっていう手を大山君上げれたっていうね。はい。で、昨日も日本打ってるから。はい。多分もう、スッと気持ちよくこう、
打席に入れるようになってるんで、はい、一回りは結構いけると思う、はい、で二回り目から多分まだ壁が来るけど、うん、もう彼が満落ちしてですなかなか上げずに上がってきてパンと使ってパンと結果が出たという流れで言うと、これまたまたチーム内の競争っていうのは激しくなるので、これにま次そろそろもう俺やんか、そろそろ出間俺やんか、あえて手洗ってさ、うん、うわー乾燥機で手が合わしてる西岡選手がいるわけや、はい、あーいますいますよ、うん、はいはいはい、ね、でこの辺も入ってくるとよりこういい意味でのシャッフル、ええ、うん、で動くぞ大きく動くぞっていうのが多分北条くんの抹消やと思うね、そうですよね、こっから本当に赤いやつも落とすし、いいやつをどんどんこっちに上げていって、チーム内の競争で勝っていくのが現状のタイガースのスタイル、うん、でカープはもう一段階上行ってるのね、そうです、仕上がってるメンバーを入れ替えながら使うので、はい、うん、ただやっぱりねこれ今年も優勝も もちろん向かっていくけども、うんうん、まあ2年後3年後にはやっぱカープみたいなチームに、はい、なれる要素は十二分にある、はい、と思う、うん、あとはだから打つ外国人がおらんっていうね、うん、ロジャースに、ロジャースはでもロジャースも今年がとかじゃないでしょ、またあの育てて来年もみたいな感じで取ってるから、はい、そんなにだからロジャースに依存することはあんまりないと思うんですよ、はい、だからいい状態でこうチームが回ってくれたらね、うん、いいと思うんですけども、そうやね、はい、まあ、まあとにかくこれでまた競争が激しくなってね、チームを活性していってくれればなという とこと久々に気持ちよくこう叫んだ俺のこう解説を聞いてほしかった、はい、いや気持ちよかったいや本当に気持ちよかったですね、はい、ありがとうございます、頑張ってもらいましょう、はい、はい。